国分武岳氏3月8日台は、日本の銀行家、三井住友フィナンシャルグループ取締役会長。東京都出身、埼玉県立浦和高校、東京大学経済学部卒。1976年、住友銀行入校。財務企画部長、経営企画部長、取締役専務執行役員を経て、2011年4月より、三井住友銀行頭取。 2013年4月及び2016年4月より、各1年間、全銀協会長。ペンシルベニア大学、ウォートンスクールにて、MBA 取得。2012年の役員報酬は1億2700万円。2013年の役員報酬は1億2800万円。2017年4月1日、三井住友フィナンシャルグループ社長に就任。 2019年4月1日、同会長に就任。企画部時代に MOF 担として、現在の財務省、金融庁につながる旧大倉省人脈を活かして、出世街道に乗ったとされる。西川義文頭取が、全国銀行協会会長に就任すると、別室の事務方のトップに座り、金融会と霞が関の調整役を務め、その後は、 奥正幸前頭取の懐刀と呼ばれるようになる。特に政寛会に幅広い人脈を持つとされ、早くから内外の関係者が共通してポスト奥の最有力候補としてきた。大和証券 SMBC と三井住友 FG が買収した日光コーディアル証券との統合交渉が失敗したことで一時は直頭取は厳しくなったのではないかと言われたこともある。 ありがとうございます。